マニウス・アックイ・リウスは、共和制ローマの政治家、軍人、紀元前129年に、執政官を務めた。執政官として設立されたばかりのアシア族州の反乱を自圧し、国境線を設定したが、その際に賄賂を受け取ったと、告訴されている。アックイ・リウスの初期の経歴に関しては不明であるが、遅くとも、紀元前132年までには、 法務官に就任している。紀元前129年には、ガイウス・センプロニウス・トゥディタヌスと共に、失政官に就任した。アックイ・リウスが失政官に就任した時期には、ティベリウス・センプロニウス・グラックスが設定した、こういう地方に関して、ローマでの政治闘争は激化していた。しかし、この問題の解決は、同僚失政官のトゥディタヌスに委ねられ、アックイ・ リウスは小アジアに派遣された。小アジアの位置関係。濃い紫が当時のポントス王国で、左下アシア族州の表記の左にペルガモン、右に上からビチュニア、フリギア、リカオニアがある当時小アジアでは、後継者のいないペルガモン王国の国王アタロス三世が、自分の死後は全領土をローマに引き渡すという言言していた。紀元前133年に、 アッタロスが没すると、ペルガモンは、ローマの属州となった。しかしこれ不満を持つ、ペルガモン人は、アリストニコスを指導者に反乱を起こした。彼は自らを、王国の継承者、エウメネス三世と称し、紀元前131年には、失政官プブリウスリキニウスクラススディウェスムキアヌスに勝利し、廃止させた。紀元前130年には、失政官。 マルクス・ペルペルナが派遣されるが、ペルペルナは、翌年も、全失政官として、引き続き軍を指揮し、反乱軍に決定的勝利を収め、アリストニコスを捕らえて、ローマに送った。しかし未だ反乱を完全に鎮圧したわけではなかった。グナエウス・ポンペイウス・トログスの、地中海世界史の要約によれば、アックイ・リウスは、ペルペルナの成功を先望しており、 執政官に就任すると反乱を完全鎮圧すべく昭和時代休校したもののペルペルナはペルガモン近くで病死し両者の競争は終わることとなったしかし旧ペルガモン王国領土内での戦いは未だ続いていたアリストニコスが捕らえられた後には農民たちが反乱の中心となっておりアックイ・リウスは反乱鎮圧のためにいくつかの都市を占領したことがわかっている この時、ローマ軍は都市の水源を汚染させるという方法をとっている。フロールスによれば、これはローマ軍の面目を失わせるものであった。失政官就任中に反乱は鎮圧されたが、アックイ・リウスは紀元前126年までプロコンスルとしてインペリウムを保持したママペルガモンに止まった。最重要任務はアシア族州の国境線を決定することであった。 10人の元老院議員からなる特別委員会も派遣され、アックイ・リウスは彼らと共に、キューペルガモン王国領土のウチトラキアとガリポリ半島をマケドニア属州に、アンドロス島とアイギナ島はアカエア属州に編入し、東方の領土の一部はアリストニコスの反乱の際にローマを支援した同盟国に割上した。カッパドキアをアリアラテスゴ世の息子たちはリカオニアを受け取り、 フリギアは、ポントス王ミトリダテス後世とビジュニア王国に分け与えられた。特にフリギアは、その大部分が、ポントスのものとなった。アッピアノスは、この決定はミトリダテスがアクリリウスに莫大な賄賂を送ったためとしている。しかし、現代ではこの見方は、分かれている。この決定は、アクリリウス単独ではなく十二人委員会と共に行ったのであり、アッピアノスも、 フリギアの購入は彼自身のためではないとしている。アッペアノスのローマ史におけるこの部分の記述はやや後に起こったミトリダテス戦争でのポントスをミトリダテス6世、ビチュニア王にコメデス4世、ルキウス・コルネリウス・スリッタといったいずれも興味深い人物との関連で語られている。ポントスはローマとの友好と同盟のためにフリギアを得た。しかしながら ワイロの有無に関しては不明である。アシアでの任務が終わるとアクイ・リウスはローマに戻り、紀元前126年11月11日に凱旋式を実施した。ローマで捕らえられていたアリストニコスも見せしめとして歩かされ、その直後に処刑された。後にアクイ・リウスはプブリウス・コルネリウス・レントルスから、 その当地地域での不法行為に関して訴えられている。判決は無罪ではあったが、アッピアノスは明らかに有罪であったとしている。紀元前123年になると、アクイ・リウスの性敵であるガイウス・センプロニウス・グラックスが五民間となって、再度裁判を起こした。彼は収賄罪で有罪となり、元老院議員からエクイテスに落とされたマニウス裁判の例を出して、アクイ・ リウス・ディウスを無罪とした判事を非難した。アウルス・ゲッディウスは、グラックスがその演説において、アウフェイウス法を持ち出したとしている。この法律は小アジアでの植民に関連したものと思われるが、言及されるのはこの資料のみで詳細は不明である。グラックスは、この法に賛成する元老院議員は、ポントスからの賄賂を受け取っており、受け取っていないものは、 ビチュニアから賄賂を受け取っていると主張している。アウフィーユスポーとアクイリウスポーは同一のものではないかとの説もある。いずれにしても、この裁判はビチュニアの2個目です2世から訴えられた、東方でのアクイ、リウスの行動と関連していた。最終的にグラックスは、大フリギアをミトリダテスに割上するのは不当であるとの決定を得た。アクイ、リウスのその後に関しては不明である。 紀元前101年の失政館、マニウスはクイ、リウスは息子である。父と同じく息子もアシア族衆に深く関わったが、父と共に、ペルガモンの民から憎まれ、見せしめのためにひどい、殺され方をした。ありがとうございます。